サラトガはアメリカ合衆国海軍のスループでアメリカ独立戦争のサラトガの戦いにちなんで命名された三代目の艦船である。ポーツマス海軍交渉において1841年に寄港され、1842年7月26日に浸水式を行い、1843年1月4日に収益してジョサイア・タットノール中佐が艦長となった。 サラトガは1843年3月16日にニューハンプシャー州ポーツマスを出港したが翌日には強風のためにマストを破損し修理のためポーツマスに戻らざるを得なくなった修理が行われた後5月3日に再び出港し沿岸を南下してニューヨーク港に入りアフリカ西海岸における任務の準備をした6月5日朝サラトガは ニュージャージー州のサンディフックまで栄光され、そこで正午頃にマシューペリー大将が上官し、アフリカ艦隊司令官の標識機器を掲げた。午後の中頃にサラトガは洋上に出て、カナリア諸島とカーボベルデ諸島を経由して、8月1日にリベリアのモンドビアに到着した。サラトガはアフリカの西海岸に沿って活動を展開して、 当地のアメリカ人やその商業活動を保護するとともに、奴隷貿易の牽制に当たった。この頃、サラトガは、物資の補充と乗員の休憩のために、時々カーボベルデに戻っていた。9月9日、サラトガは、ミンデロの深み港ポルトグランデで、スループ艦、デカタート、フリゲートマセドニアンに合流し、ペリーは2日後には、マセドニアンに乗り移った。当時、ペリーは、 合衆国から移された解放奴隷の黒人たちが穀物海岸に20年ほど前に入植して建国したリベリアを支援する方針を取っておりアフリカ艦隊におけるサラトガの任務の大半はこれを支援するものであったリベリアの建国と解放奴隷の入植は当地沿岸地域に住んでいた部族の怒りを買っていたもともと沿岸の部族は奴隷貿易の中介役を果たしており 内陸で奴隷狩りをする者から奴隷を買い、それを奴隷戦の選手たちに売って利益を得ていた。もはや非合法となった黒い造形の取引による利益を失ったことへの怒りはアメリカから来た黒人入植者たちへの嫌がらせ、脅迫、またしばしば攻撃という形で紛失し、さらにはアメリカ商船への略奪行為も行われることがあった。ペリーにとっての問題は、 アフリカ沿岸におけるアメリカの権益を守るアフリカ内部の紛争から距離を置くリベリアへの入植者たちを支援するといったしばしば矛盾する諸課題にどう折り合いをつけていくかというところにあったこうした諸課題に対してペリーが見せた慎重さ強固な意思公平さ起点は初周になり艦隊がリベリアに戻った直後に発生した二つの事件への対処によく現れていた 艦隊がリベリアに到着すると敵対する諸部族がグリーンビルの入植者をトラブルを起こしておりエドワード・バーンリーというアメリカのスクーナーの船員二人が殺されたという報告が入った。サラトガは11月21日にモンドビアを出港しペリーに引きられ客としてリベリア総督ジョセフ・ジェンキンス・ロバーツを乗せた残りの艦隊は2日後にその後を追った。 艦隊は11月28日に、篠江で合流し、翌日、提督と総督は、大勢の水兵や海兵を引き連れて上陸し、部族長たちとの会見に臨んだ。真っ先に議題となったのは、エドワード・バーンリー事件であった。ロバーツ総督が多数の証言者を尋問した結果、次のような事情が明らかになってきた。この話を正しいと確信したペリーは、 殺人は正当化できないが、攻撃をしたのはアメリカ人たちの側であると結論を出した。そこでペリーは、合衆国政府はすべてのアフリカの部族と友好的関係に止まりたいと望んでいるが、アメリカ人の生命と財産を守り、また、アメリカ人が現地住民に悪事を働くようなことを防ぐために、自分が派遣されてきたことを述べ、この問題に決着をつけた。 ペリーと艦隊はしばらく当地に止まり、リベリアへの入植者たちは、友好的な部族の支援も受けて、敵対していた部族を後輩地に追い返した。12月中旬、艦隊割取るベルビエ航行し、メアリカーバーというスクーナー商船の略奪と、乗員全員の殺害について、調査をした。階段の席で、部族オーベンクラコの回りくどい釈明をペリーが、拒絶した時、部族の一人が、 アメリカ側の一行にマスケット銃を発砲した。王は殺害者の一人だった通訳と共に逃亡を図ったが、サラトガのタットノール艦長がライフルで通訳を射殺し、脱出を試みた王も殺された。アフリカ沿岸における事件に対するアメリカ、合衆国の断固たる決意と対処能力を見せつけた艦隊は年末にはマデーラ諸島に向かい、 1844年1月18日に到着した。サラトガは、その後またカーボベルデを経て、アフリカ沿岸に戻り、3月2日にモンドビアへ到着した。晩春には沿岸を東方へ航行し、ビアフラワンにまで到達したが、夏の間は上院に、大熱病が流行した。7月8日にカーボベルデへ戻ることとなり、7月21日にポルトプライアに達した。 サラトガは9月に最後のリベリアへの帰港を行い、10月中旬にアフリカ沿岸を離れて帰国の途に着いた。11月22日にバージニア州ノーフォークに帰還し、12月10日に当地で任務を解かれた1845年3月15日にサラトガは新たな任務を与えられ、アービング・シュブリッジ中佐が艦長に就任し、 ロバート F ・ストックトン大将の指揮下で欧州方面に展開する予定の艦隊に編入された。ところが4月22日、テキサス共和国のアメリカ合衆国への併合をめぐってアメリカ合衆国とメキシコの間の緊張が高まっていたことを理由に艦隊はメキシコ湾に派遣されることになった。サラト川4月27日にノーホークを出港し、テキサス沿岸へ向かった。 サラトガはテキサスのガルベストンに泊まり、艦隊司令官のストックトンも春の間は現地に滞在した。その後、ストックトンはサラトガ以下の艦隊に補給のため、フロリダ州ペンサコーをもむくよう命じた上で、自分は6月23日にワシントン DC へ向かった。7月3日、アメリカ合衆国海軍長官ジョージ・バンクローフトはサラトガの所属を デビッド・コナー大将の指揮下でメキシコの敵対行為を断念させるべく活動していた本国艦隊へと移した。サラトガはメキシコ湾での任務につき司令官コナーの作戦に参加したが、さらにブラジル艦隊へと転籍となり12月4日にペンサコーラを出港してリオデジャネイロへ向かった。サラトガは夏の半ばまでをかけて南米沿岸を航行した。 そこで新たに太平洋に向かい、ジョンディースロート大将の指揮下に入って、カリフォルニア沿岸での任務に就くよう命令が下った。8月24日にサラトガ沿岸をさらに南下し始めた。ところが、ホーンミサキを開港した後、強烈な暴風雨に遭遇し、大きな損傷を受けて、帰還を余儀なくされてしまう。12月29日にバージニア州ハンプトンローズに到達し、 1847年1月9日に任を解かれた。ノーフォーク海軍造船所で修理されたサラトガは、1847年に再び新たな任務を与えられ、デビット・ファラガット・中佐が艦長となり、本国艦隊所属となった。3月29日にチェサピーク湾港のヘンリー・ミサキを開港して沿岸を進み、メキシコ湾に入って4月26日にベラクルス沖で、 ペリー大将が率いる本国艦隊に合流した。3日後、サラト川150マイルほど離れたトゥスパンの封鎖を命じられた。トゥスパンには4月30日に到着し、7月12日にベラクルスに向けて出発するまで、そのまま現地に泊まった。2週間ほど後、通信を運んでタバスコへ急破され、川口の港に一日泊まっただけで、8月11日には、 ベラクルスに帰還した。9月1日には、トゥスパンの封鎖を出方から引き継ぎ、途中で上院に、大熱病が広まる事態となったにもかかわらず2ヶ月に、渡って現地に泊まってからベラクルスへ帰還した。さらに1月ほど経ってから、サラトガは病人を上陸させ、補給を行うために、フロリダへと出発した。1848年1月6日に、 ペンサコーラの海軍造船所に入り、重症の病人を基地の病院に入院させてから1月末に出港して北上した。2月19日にニューヨークに到着し、翌週にお解かれた。1848年4月に新たな任務を与えられたサラトガは、翌週4月17日にニューヨークを出港し、バージニア州ノーフォークを経て西インド諸島で、 本国艦隊の任務に就いた。サラトガは、1849年11月27日に、バージニア州ハンプトンローズに帰還し、ノーフォーク海軍造船所で11月30日に、任を解かれた。1850年8月12日、新たな任務を与えられたサラトガは、9月15日に、出港し、東インド艦隊の任務に就くため、西太平洋へ向かった。 この極東遠征のハイライトは、ペリー大将による日本海国への参加であった。1853年7月にペリー艦隊の一員として日本を訪れた後、サラトガは中国沿岸へ向かい、上海でアメリカの権益を守る任務についていた。その間、日本では役人たちがペリーの海国提案を議論していた。1854年2月、 サラト川再びペリーに従って日本に戻り3月31日にアメリカ合衆国と日本の間に日米和親条約が正式に締結された後ペリーから条約文書のアメリカ側の写しを託されたヘンリー・ A ・アダムス中佐を乗せてサンドウィッチ諸島へ向かったアダムスがホノルルで下船した後サラト川南へ向かいホーン岬を開港し9月に マサチューセッツ州ボストンに期間10月10日に任を解かれた。サラト川1855年8月6日に再び収益したが、しばらく特定の任務は与えられず、ノーフォークに待機していたが、1858年初めから1860年6月26日にフィラデルフィアで任を解かれるまで、主にカリブ海やメキシコ湾の巡行に当たった。 1860年11月5日に現役復帰となり、10日後にフィラデルフィアを出港して最初の航海先であったアフリカ沿岸へと向かった。1961年4月21日、サラト川、奴隷船ナイチンゲールをカビンダ沖で露飼し、多数の奴隷たちを解放した。南北戦争勃発の法を受け、サラト川が州国に帰還し、 1861年8月15日にフィラデルフィアで任務を解かれた。南北戦争の最中、1863年6月24日に新たな任務を与えられたサラトガデラウェア湾港へ向かい、デラウェア防波堤の沖合で南軍艦船の接近とデラウェア湾外への展開を阻止することになり、年末までずっとこの任務についていた。 1864年1月13日には、カロライナ沖で、海上封鎖に当たるよう命じられた。この大西洋岸での任務についている間、8月から9月に、かけては、何度か兵員を上陸させて、攻撃を仕掛け、多数の捕虜を捕らえ、相当量の武器、弾薬、補給品を露ないし破壊し、さらに、多数の建物、橋梁、声援施設などを破壊した。 戦争終結が間近になると、サラト川1865年4月4日に戦線を離脱して北上し、4月28日に任を解かれた。その後の10年ほどの間に任務が与えられたのは沿岸部での任務を与えられた2回だけであった。1875年5月1日、サラト川1年間メリーランド州アナポリスで法官としての任務に就くことになった。 その後、1876年5月7日から1年間の待機期間を経て、1877年5月19日に最後の任務を与えられ、以降11年余りの間、練習船として用いられることになった。練習船となったサラトガは、大西洋岸各地の海軍基地や海軍造船所を回り、さらにヨーロッパにも航行した。 練習船としての任務は1888年10月8日に説かれた遺影となった。その後、サラトガは1890年から1907年までペンシルベニア州に対与され、ペンシルベニア州フィラデルフィアの集会寺学校の練習船となっていたが、最後は1907年8月14日にスクラップとしてボストンのバトラー社に売却された。ありがとうございます。